はい、コズの趣味部屋へようこそ。もうね、今日で終わりにしたいと思います。はい。もうね、長すぎます、このシリーズ。まあ、ほんとね、量的にもほんと今日で終わるぐらいの量なんでね、はい。早速、開けていきたいと思います。多分ね、結構大きいものしか残ってないような気がするんだよね。はい。こちら。大戦略7。第7弾ってことかな。ラインナップはこう。はい。中身は何でしょう。いきます。お、戦車だ。90式戦車、90式戦車で、また説明書。こんな感じでね、このシリーズね、戦車シリーズはほんと出来がいいね、これね。ワールドタンクシリーズか。残りがあるな。ちょっとこれ、あ、これでかい。はい。ちょっと待って。これまたタイガー&バニーだ。あ、でも。タイガー&バニーでも A 賞ですよ、 A 賞。キュンキャラワールド、あれねえじゃねえかこっちがねえじゃねえか。キース・グッドマン、致命的やないかい。こんなんある？ほんまにジャンクやな。はい。あれ、まだ5枚もあったな。マレフィセントかな。これ何のキャラだ？荒北康友。これなんだ？荒北康友。なんか見たことあるような。はい。ダン。バス娘。バス娘だ。ミノワ朝日。はい。どうなんでしょうね、出来としては。はい。マクロスフロンティア。マクロスは大好きですね。まあ、初代のマクロスからマクロスフロンティアまで大好き。これはランカリーかシェリルノーム、まあ、どちらかなんですけど、シークレットもあるっていうね。どっちかっつったらランカリーの方がいいかな。よし、いきます。せーの。あ、シェリルだ。シェリルノームだ。シェリルノームのこれですね、はい、浮き輪つうか、水着、シークレットじゃない、はい、これは何です、プチッとクイーンズブレイド、この後ろにね、もうすでに中のものの名前が書いてあるんですよ。そうするとこれらしいです。はい、この江隊長、エリナ、はい、まだあるな、こういう5枚の。袋いっぱい。でも中身わかる。自由すぎる女神。はい。自由すぎる女神の中になぜか配給の、日向翔陽。これ何これ、怖いと思って。うん。貞子じゃんと思ったら本当に貞子みたいです。書いてあるんです。映画貞子前売りチケット特典、あ、やべ、落ちた。 こんなメモ書きが書いてあります。前売りチケット特典ってことはこれ非売品じゃないの、これ。へえ、もう一体ある。呪われとるやんけ。あと自由すぎる女神か、はい、これなんですけど、これですね、自由すぎて恥じらう女神。次はこれですけど、自由すぎてほっかむる女神。要はなんかフードみたいにかぶってるってことね。はい、次はこれ。自由すぎて恥じらう女神。なんで同じダブルやんけ。はい、はい、またマクロスフロンティア、開校マクロスフロンティア学園。これも何が入っているかわかんないけど、ラインナップはこんな感じだよね。この中だったらやっぱランカリーしかいねえな。一応シェリル・ノームもいる、うん、よし、いきます。せーの、あ、ランカリーですね。ランカリーでした。こんな感じ。ランカリーダの A と B があるみたい。 A は目開けてるけど、こっちは居眠りしてるね。これ居眠りですね。これ仮面ライダーか。仮面ライダーでも平成の方かわからないな、多分な。ラインナップがすげえいっぱいある。これは知ってるぞ。仮面ライダーウィザード。仮面ライ当たってる。ウィザードフレームスタイル、ちょっと待って、これ食玩だからさ、食玩だからおそらくもう期限切れてる、ラムネが。2021年までだ、6月まで。あ、食える。これはちょっと後で食おうはい、なんだこれ、ゴーオンジャー。桜山。はい。スーパーロボット対戦。古いな。ラインナップ。すごいな、これなんだ、なんか猫のマスコット、なんか背中になんかついてんけど。皆さん、ついにこの時が来ました。ラストです。いきますちょっと待ってくれ、これはラインナップ。これはいきます。これ UFO は確定なんだね。あとこれが何かってこと。これグレイだ、グレイハロー。普通にグレイハローいいじゃん。これ最後の最後でスライム。はい、以上。終わったけど、ちょっと待ってくれ、この悟空の体はどこ行ったんだよ。考えたな、ちくしょう。もうなんだこりゃ。最終的なちょっとね、成果をお見せします。はい、今回の成果はこんな感じですね。まあこういうね、ちょっとね。足りないものもあったりしますが、結局さ、最後さ、このゴムラもさ、右半身がないじゃんこれ結局完成しねえよ、うん、まあでもね福袋、まあ、ジャンクって書いてあるのを買ったからね、これは何も言う立場じゃないんですけれども、はい、まあ一応ね今これで全4週じゃない4回にわたって、紹介してきましたが、どうなんでしょうね、3000円でこれっていう感じですが、まあ福袋だからね中身選べないからしょうがないんですよね、うん、でもそういうなんかこう開けるまでのワクワク感とかドキドキ感っていうのはやっぱいいですね、うん、みんな福袋を開けた動画を撮るの分かりますよ、うん、自分もこれを機にねちょっと福袋に目覚めそうです。はい、いやーでもこれでねほんと欲しいフィギュアとか入ってたら高揚感が増すんだろうな、うん、はい、ということでね、今回は、4回にわたって、紹介してきましたが、ぜひねまた機会がありましたら、福袋購入したいと思います。まあ、また同じとこで買うか別のところで買うかまだ決まってませんが、まあ買い次第ねその都度、ご紹介していきますんで、この機会にチャンネル登録、よろしくお願いします。またね高評価していただけると助かります。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。